サルバトーレ・ボッケッティは、イタリア・ナポリ出身の元プロサッカー選手。ポジションは DF。元イタリア代表。アスコリカルチョの下部組織出身で、2006年12月20日の US チッタ・ディッパレルモ戦でデビューを果たした。セリエ C1 のランチャーノや、セリエ B のフロジノーネへの移籍を経て、2008年夏にメンバーの大刷新を進めるセリエ A のジェノア CFC へ移籍した。 2008から09シーズン、2009から10シーズン、共に3バックと4バックが併用されたが、前者の採用時は主に左センターバック、後者採用時は主にセンターバックを務めた。2008から09シーズンはリーグ戦で5位に入り、2009から10シーズンに出場した UEFA ヨーロッパリーグはグループリーグで敗退したが、6試合全てに出場した。 2010年8月29日、ロシアプレミアリーグのルビン火山へ3年半の契約で移籍した。移籍金は1500万ユーロ。2010年シーズンこそは7試合に得点と9大点の出来だったが、2011から12シーズンは自身のホームシックと大けがから復帰したキャプテンのロマン・シャロノフの復帰もあり、控えに降格するなど壁に当たっていたが、 UEFA チャンピオンズリーグ予選3回戦の FC リナムキエフ戦ではホームアウェイでフル出場をし頑丈な守備でクラブのプレーオフ進出に貢献をした2015年1月28日 AC ミランへ半年間のレンタル移籍が決定2008年にイタリア U-21 代表に選出されトゥーロン国際大会では4試合に出場同年夏には 北京オリンピックに参加した。2009年3月22日、マルチェロリッピ監督によって、イタリア代表に初招集され、同年10月10日アイルランド戦で代表デビューした。2010年5月31日、2010FIFA ワールドカップに臨むイタリア代表23人に選ばれたが、出場機会はなかった。ありがとうございます。